確かに確かに。今日ワキピが歪んでてイケメンなんだけど。そうですよね。なんかワキピさんなんか黒髪だしイケメンに見える。そうなんだよ。黒髪のワキピマジでイケメン。なんかちょっと顔見てこよう。ザクスパロみたいな。歪むとね。めちゃめちゃイケメンになって。歪むとイケメンになって。歪むとイケメン。歪むとイケメンって言って。エラがない。普段もイケメンなんだけど。おめえ誰だ。名前。我が輩だけど。君違う人だよね。めちゃめちゃイケメン。請求しようかな。ゆがみイケメン。ゆがみポケモンみたいな。ゆがみイケメン。ゆがみイケメン。マジか。ゼロの時の、マジマゴロみたいな。ケツはね、マジでね、これ本当に。パイレーツ・オブ・カリビアンって感じだ。いや、ほんと。中に入る。あ、そうだ。イベントをご視聴ご参加、いただけます皆様はですね、六方の方の配信 OK 部屋の方へミュートにてご入場お願いいたします。お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。またロスサントス内のお声の方に来ましたが、ミュートもしくは、ウィスパー、大きくてもノーマルまででお願いいたします。まもなくイベント開始となります。ご参加いただける皆様は、六方の配信OK部屋の方にミュートにてご入場お願いいたします。本日はご来場ありがとうございます。Ladies and gentlemen, adrenaline and thrill seekers, welcome to the heart-pounding adrenaline opening event brought to you by Akoki Records, owned by Aladdin, the very first store which allows you to purchase music. I'm your host, Hasia Goddess, and today we are about to embark on a unique and exciting experience like never before. I know that most of you wouldn't understand a single word I'm saying, hence I'll be mixing a bright movie of Japanese, so rest assured.We appreciate your presence as it adds tremendous value to this gathering. Minna san ka arigato ne. To have made today's event possible. A big thank you to A2 Lab, BMC, Shanks Promotion, 95, and Dubai Company for their generous support.スポンサーさんもありがとうね。Now I'll be passing the mic over to the owner of Sasha Records, Dare Asabayashi. Please welcome with an applause. Dare さんお願いします。違う違う、9055なんじゃない。9055英語かっこいいな。あ、こんにちは、Asabayashiです。すごい、すごい。緊張してて、ちょっと硬いんで、かわいいね。今日販売予定のジョイント、朝じゃないよ、ちょっと吸ってチルしたいと思います。お前、あ、いい、うまいね。宣伝がうまい。お前がジョイントとか言うな。CM って合法、合法です。やめろ、その、おー、すごい。緊張してるえ。YO! Welcome to Asashik Records. This is Rao Asabayashi. Representing Asashik Records, you know.最高。何すごい。やべ、上がる。あ、そう、ちょっとエンジンかかりすぎました、すいません。いや、いいよ。やべ。お集まりいただきありがとうございます。ぐるるんで。賞金総額4億2000万円の角刈りを捕まえろ。加えて開会式から閉会式まで豪華な内容となってますんで、ぜひ最後までご参加ください。まずは協賛いただいているグッバイサーカスから景気づけに大爆笑間違いなし、もう一度言います、大爆笑間違いなしの一組が来てくれているのでご覧ください。どうぞ。あれ振られてたとこだな。大爆笑、ハードルしか上がってね。登ったのまずだからね。そっか、登るんだ。もう PA さん怒るぞ、膝の上に乗ると。エイス、今日はここに来てくれてありがとうな。紹介が遅れた。インフィニティのキングスターダイヤモンドズだ。後ろの二人は、まあ、
俺様を崇拝する女どもだ。俺様は神羅万象何でも知っているマスター的存在。悩みや聞きたいことがあったら何でも俺に言ってこい。全部解決してやるよ。見たことあるで、レース様。うん、どうした？彼氏がなかなかできなくって困ってるんです。ああ、モテモテマスターのズン様、どうすればいいですか？そんなことか。確かにお前は彼氏を探してるかもしんねえ。だけどそれはあの男がいい、この男がいいってお前自分自身で見定めてんじゃねえか。そんなんじゃダメだ。もっと自分を着飾って磨いて磨いて綺麗にして商品と化せ。見つけるんじゃない、見つけさせるんだ。これで解決だな。ねえズー様。うん、どうした？仕事での上司のやり方に不満があるんです。ああ、でもまだまだ下っ端なのでどうにもできなくって、うん、ワーキングマスターのズー様、どうすればいいですか？なんだそんなことか。確かに上司ってめちゃくちゃ腹立つ時あるよな。理不尽なこと言ってくるし、それ言うこと聞かなきゃいけねえのかよって。でもそこをあえて言うことを聞いてみよう。それでそれに従って気に入られんだ。で、上司はいずれ隙を見せる。そん時に攻撃だ。下克上ができるのは下にいる時だけだぜ。マスター、おもろいわ。マスター、これで解決だな。ねえねえ、ズズ様。ん、どうした？私たち以外にも、ズズ様の素晴らしさをもっと知ってもらいたいっす。ああ、よし。それじゃあ、ここにいる誰かを虜にしてみせようか。そうだな。じゃあ、そこの赤い顔のお前。わかるか、赤い顔のお前だ。頭も全部でなんか巻いてるやついるだろ。まさか、そうですね。わかるか。そうだ、袖がない黒い、袖がない人、ワイルドやつ。そうだそうだ、今手挙げてるお前だ。はいはい、ああ一旦ミュートクラスして、ああなんか聞きたいこととかあったら俺に聞いてみろ。全部返してやるよ。なるほど。どうした、ビビってんのか？あー、聞こえる聞こえる。はい、行ってみろ、何でも質問してみろ。すごいな。めっちゃ久々じゃない？平井さん。なるほど、そんなことか。確かに彼女作りたいなって思うよな。でもそれってお前が女を見定めてんじゃねえかなって思うんだよ。でもそんなんじゃダメだ。もっと自分を磨いて男としての魅力を上げていくんだ。そして商品としての価値を上げるんだ。見つけるんじゃない、見つけさせるんだ。あー、これで解決したか。あーし、解決したみてえだな。あー、よかったよかった。じゃあ次のやつ、あ、じゃあ次後ろの崇拝者なんかねえか。ねえねえ、ズズ様。お前どうした？最近大人の人に字が汚いって言われるんです。ああ、私も一生懸命練習しているのになかなか上手くならなくって。ああ、ダディマスターズズ様、どうすればいいですか？なんだそんなことか。確かに大人の人がうるせえよな。字が汚いとか、もっと綺麗に書けとか。でもお前はそんなこと気にしたくていい。時代の最先端生きてんだろ。今はデジタル時代、書き込みとか携帯とかスマホ使えば全然十分だろ。昔の音楽みたいにレコードなんか古臭いの捨ててサブスクを直で耳にぶち込め。
フレットマスター。どういうこと、どういうこと、どういうこと、耳にぶち込み合う、捉えまくってますな。文字の話し申し訳ねえ、俺も時間がねえんだ。これで最後の質問だ。何かあるか。ねえねえ、どうした。この町に来て数日なんですけど、飲み知りすぎて何にもできなくて。なるほど。他の人はいろいろコミュニケーション取っていろんなところに属して、枝豆も爆音すぎる。楽しみにしてて、楽しそうにしてて、なんだか弱いのかなと思って心が折れそうです。あ、コミュニケーションマスターのズズじゃな。どうすればいいですか。なんだそんなことか。確かにめちゃくちゃコミュニケーション高いやつとか見てると、あいついいなとかすげえ楽しそうだなって思うよな。でもそんなことはね、お前は一人で知名度上げてこのロスサントスっていう街に突っ立ってんだろ。それだけで強いじゃねえか。いろいろハーゲとタトゥーと声量だけで着飾ってるラルを見てみろよ。おっと、なんだ、お前も俺の崇拝者になりたくてこの横に来たのか。いいだろう。まあ、なんて言うんだ、お前を俺の下に付き合わせてやるよ。お前なんかさ、お、なんだ、どうした、こいつは誰だ。あ、お前も俺、ちょっと待って、おい、ちょっと待ってくれ。おい、これどういうことだ。おい、どこ連れてくんだよ。おい、やめろよ。おい、おい、すいません、すいません、お見苦しいところをお見せしました。喧嘩売る相手を間違えたようです。気を取り直して自分の方から角刈りを捕まえるのルール説明をさせていただきます。制限時間は30分。賞金の対象となる角刈りは全部で8名、それぞれに懸賞金がかかっており、捕まえた時点で賞金獲得です。それに加えて4名のハズレ角刈りが似たような車で街中をドライブしています。ドライブしているだけの罪のない角刈りにアタックしてしまったら、まあ怒られて当然ですよね。皆さん、マジで気をつけてください。角刈りを捕まえる方法は、まずアタックで車を止めていただき、走行不能で降りてきた角刈りを一発殴りながら大きな声で角刈り捕まえたと言ってください。ほぼ同着だったりとか、なんかちょっと分かりづらかった時は衛生審査とかはせず、完全に角刈りの判断で誰が一番早かったか決めて、その方が獲得になります。また先に殴った人がいるのにわざと殴ったりとか、余計な攻撃をした場合、その角刈りの判断でイベントテロ罪が適用される可能性があります。マップの範囲なんですが、あの湖、3000番台の湖より手前ですね。ちょっと北行くと面倒いんで、あんまそっち行かないでくださいとは言ってるんで、基本こっち側で探してもらえる。3分の2ぐらい。山も入ってる。高級住宅街まで予定らしいです。結構広いな。でもじゃあそれで街中から、じゃあそれで、本来これ車にブーンボックス積んで、その音を頼りに探していただくっていう趣旨のやつだったんですけど、あの歪みえぐいので、はいはいはい、あのピンクの角刈り石を目視で、それを頼りに探してください。でも警察車両、ライデン、ヘリは使用禁止です。はいはいはい。終了時間はスタート直前にアナウンスするんで、時間になりましたら速やかに9110に車を止めて、このステージがあるこの場所に戻ってきてください。終了後10分ほどで授賞式と閉会式を行う予定です。閉会式には豪華なゲストが控えてますんで、捕まえられなかった方もぜひご参加ください。それでは本日逃げていただくメンバーを紹介します。ナンバーワン、うわ、Represent Pride of Kakugari、 鉄尾キリマ。確かに
でも確かに角刈りといえばですものね。確かに。さすが角刈り。そう捕まえたいな。お前だ角刈りは。かっこいいぞ。ナンバー2。なんかかっこいいですわ。フランシスコ・マグナム。マグナム。お前も角刈り代表だ。ナンバー3。みたいになってるてっちゃん。タンクトップ竹森。確かにな。街で見る角刈りだ。よく街で見る。よっしゃパーティー。あいつかっこいいな。鉄尾弟子やで。鉄尾やん。弟子入りしてます。鉄尾弟子。そうなんですのね。かくんどり。え、これみんなりさんいる。聞こえてる。ここに見える。そうでしょ。こちら今夜限りのゲスト角刈り。カクンドリーさんです。カクンドリー。こちらの5名はそれぞれ1人当たり5000万円の懸賞金額、1人捕まえるごとに5000万円高い懸賞金がかかっております。続きましてミンドリーさんいる。ミンドリーさんいる。やつおまんパーケツやな。パーケツあ、そして最後こちらもゲスト角刈り剣焦げ付き。なんで似合ってるけど。ちなみに俺さ呼ばれてた。今俺呼ばれてた。俺全然聞いてなかった。ツンさんとマジで申し訳ないことちゃう。剣は聞こえてなかった。3500万円の懸賞金がかかってます。安いな。この2人は3500万。でも高いか。ダンス角刈りなのに決定。あんまり3000。写真撮っとこ。写真。ほんで最後に懸賞金1億円の角刈りを紹介します。1億。まあそれは当たり前にラル角刈りやし。まあでも俺は社長なので優秀な運転手を雇いました。はいはいはい。紹介しましょう。まさかアドミゲスハン。ハンさん角刈りである必要ないだろう。スライグイド。彼が運転する車を止めて俺を捕まえたら1億円です。よろしくお願いします。はい、角刈りありでした。すごい無事知ってくがかかりはん。めっちゃ多いね。そしてお待ちかね、ハズレ角刈りの紹介です。今回は4人の友人がわざわざ角刈りにして駆けつけてくれました。ぜひでっけえ声援で迎えてあげてください。ナンバーワンシタンクス。似合わねえ。似合わねえ。似合わねえ。大丈夫、殴らない。ナンバー2。下なんだ。マクドナルド。角刈りじゃねえ。これはナンバー2。マクドナルド。ナンバー3。アルフォートウェスカエグいよ。シックだ。そして最後4人目ナンバー4バンダーマ。僕たちやん。先ほどもお伝えした通りこちらのハズレ角刈りはドライブをしているだけです。間違ってアタックしてしまうのようご注意ください。皆様が無事に閉会式に出れることを心より祈っております。それでは参加者の皆様スタッフの誘導に従いスタート地点の9110に移動してください。9110です。9110、6歩は一度抜けて大丈夫です。では後ほどスタート地点で移動していただくことになります。9110でご移動お願いいたします。9110でされました。みんなの動きカクカクなんだけど。マジでボスだけは引きたくないな。ダイヤだって。
うーん、これあれかな、東西南北バラバラになった方がいいのかな、どうなんですかね。ピンクの石か、みんな薄ピンクの石棒。やばい、この走り方マジモンの桐生さんに似てる。もう圧倒的にもう時間遅れてるから車出します。チーフたち、はいはい、いや全然ね、ダメだった。あ、もうなんかあっという間に見失う、スピード速くて計600万取られたわ。うん、あの曲がり角とかも追いつけないし、あ、まあ、上手い人たちばっかりでしたな。そう、自分もぶつかっちゃうし、めちゃめちゃリスクのある大会だった。めっちゃおもろかった。いや面白かった。でも、うん、なんだろう、開いてるな。開いてるね。アンブレラすごいわ。いやすごいね、初めて聞いた、そういうなんか連携みたいなの。全然わからんもん、場所は。入れない、はい。入ろうとしてたの。無理でした。イベントご参加ありがとうございます。この後開会式を行いましたメインステージにおきまして、閉会式および結果発表ございます。ご参加いただきました皆様、9110に車をお止めいただきました。あとですね、9105まで、メインステージの方まで再度ご覧いただきます。よろしくお願いいたします。車必要やな、やっぱり。はい、こんにちは。ラックスが結果発表をさせていただきたいと思います。イエイ。まず捕まった角狩りが3名。え、やばくね、3分の2。まず最初、すごい優秀すぎる、アクトープ竹森。イエイ、聞いた、ガチすごい、ガチすごい。捕まえたのはマサラサトシさん。前来ていただけますか、いますかね。すごいな。待って、優秀だね、みんな。あ、こんにちは、こんにちは。あ、こんにちは、どうも。やるじゃん。今日何番ですか。今日は140です。140番。何やかんで、確かにカスタムしてるもんな。復活したりエンジン積んだり、賞金5000万円獲得です。うえー、すごい、すごい、すごい、おめでとう、おめでとう。すごい、かわいい。ありがとうございます。2台復活できるね。OK, next. 焦げ付き剣。お、お、捕まえたのはクマゴリラさん。うえー、おめでとう。さあ、ゴー。Let's go。こんにちは。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何番ですか？鶴木くん、145の下まで徒歩で行ったから、はい、飛び降りて行ったから早かったよね。3500万円獲得です。3500万。アンブレラに手出したらこうやってね、追いかけて、探し上げる。おめでとうございます。怖すぎ、怖すぎ、ずっと近すぎる、あまりに。そして最後、怖いクマちゃんだ。キャッツン。捕まえたのはサイレンジカゲツさん。すげえ、お前、すげえ、お前、マジでよ。こんにちは、こんにちは。すげえ、おめでとうございます。何番ですか。今お兄ちゃんって言ったら暴れるのかな、わかんない。こちらも3500万円獲得です。おめでとうございます。すごいな。ありがとうございます。おめでとうございます。本当に優秀だった、無線すごい。捕まったのは以上3名。ちょっと角狩りの運転がうますぎた。もちろん次回もやるんで、ちょっとジャックポット的なノリで次はもうちょいでかくしようと思います。イエーイ。その賞金西野から出てからな。ありがとうございます。車で音楽を流せるっていうのを周知するためだったんですけど、ちょっと歪みとかいろいろあって、よかったらあのブーンボックスで車で音楽を流すっていうのをやってみてください。ブーンボックス、マジで世界変わるんで。ちなみにあの特に流す曲がない方のために、うちであの2週間限定のお試しサブスクを用意しました。おお、この後買えるんで。レコードの販売は基本1000万からとかなんですけど、こちらのサブスクは2週間で420万円何曲か聴ける曲があります。あとでアナウンスがあるんで、スタッフについてってください。すげえビジネスだな、マジサブスクって。また本日限定のジョイント、先ほど自分が一番最初に吸ってエンジンかかりすぎたやつですね。
朝じゃないって言うんですけど、いいていいて、あれはこの後皆さんご存知バカじゃないが売りますので、およかったら声かけてください。朝じゃないバカじゃない。それでは最後に締めで本日のスペシャルゲストマクドナルドさんのライブでお別れしましょう。マクドナルドさんお願いします。助かる助かる、おお楽しみだい。だいぶ暑いぞ。落ちてる落ちてる、だっせ。あの目舞台待機はい皆さんこんばんは、こんばんは。今日は私のブラザーのお店アソシックレコードのオープニングセレモニー、皆さん来てくれてありがとうございました。ありがとうとっても楽しいね。最後まで秋の企画でまた本当に楽しみにしておきたいような、こんな素晴らしいイベントな他にないよな。はい、じゃあ本当喋れるよ。そんなな、君たちと楽しんだ君たちとまだまだ踊ってな。さばいてこのままそんな朝じゃないとかをすって楽しいまだ気持ちに私はなりたいと思ってますので、そのレコード屋さんで発売してくれるらしい私の客は皆さんと一緒に歌って踊ろう。本当ね。さあ準備はいいかみんな。ダンスクラブ15です。ダンスクラブ15、聞こえるか。聞こえるよ。準備はいいかみんな。おお、これね。体はほぐれたか。なあ。出てるんだよ。出てるんだよ。ダンスクラブ15。シュールだな。もうダメ。ダンスクラブ、クラブに乗るといいかも。ワン、ツー。さあみんなで遊びましょう。ここは夢の機械町。初めて会った人とでも明日には笑い合える街。怖いわ。最高だ。たくさんの人がいるこの世界に迷い込んでしまった僕は友達ができるか不安だって、僕はいつも一人だったんだ。めちゃめちゃ痛いわ。今日はアソシックのオープニングセレモニーに来てくれてみんなありがとうな。もういいね。お店の音楽はなきっと君たちの力になる。さあみんなで歌って踊って騒ごうじゃないかな。さあみんなで遊びましょう。ここは夢の機械町。初めて会ったことでも明日には笑い合う街。さあみんなで遊びましょう。ここは夢の機械町。初めて会った人とでも明日には笑い合える街。みんな笑い合うためには今君たちの声が必要だ。その喉カップだけなあ。行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。さあみんなで遊びましょう。ありがとうなみんな。聞いたことある曲。
最高マジで。皆さんありがとうございました。また開催するんでぜひ参加してください。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとう、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 これを機に。あ、ボス。俺ボス。お疲れ様です。ボス、お疲れ様です。うん。すごいですね、ボス。ソニックブームとか打ちそう。打てるぞ。ガイルでした。ガイルだ。ソニックブーム出してください。ソニックブーム。すごい。すごい。この後、レコードショップの前にて、限定品の販売、飲食物の販売、そして、コナちゃん、またね。サブスクライブの契約の方。実施させていただいております。レコーディアの前でソニックブーン、ソニックブーン、ソニックブーン、やってくれるんだ。ちゃんととても調子違う枠がソニックブーン2週間420万円でのサブスクライブ初めてご利用いただきます。間違える。2週間420万円お試しでぜひ一度ご契約よろしくお願いいたします。レコードショップの前で受けたまわりますので、どうぞよろしければお帰りの前に一度サブスクライブお試し契約よろしくお願いいたします。サマソカエルドル高でもできるな。これを機に角狩りにする人いるかもな。サマソン、すごい。サマソン、サマソンってあるの。ソニックブーン、ソニックブーン、おしゃがみソニックブーン、ブーン、終わらない。嫌なタイプのカエルだこれ。サマソン、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。いや面白かった。めっちゃおもろかった。絶対またやるんだよね。じゃあ絶対またやってほしい。賞金全員捕まえる次。めっちゃラリさん煽ってきてたもんな。てか今回本当は10億だったんだよ。インフレにかね、あれするからインフレしちゃうから。あー、なるほど。いや、重かった。すごいな。楽しかった。なんかいいな、イベント終わりのみんな帰るみたいな感じ。本当にね、このお祭り終わった後みたいな。この景色もいい。確かに。ラルさん、どうやって移動してんの。何してたん。いや、もう鉄夫の弟子だから、妹。あ、そうなんですね。すごかったな。夕方の2時半かね。え、チェイスの練習にもなった。面白かった。いやー、でも時間があっという間に逃げるよ。持っていない方はまだいらっしゃいましたらお声掛けください。そう、朝じゃないか。チャリが全部割られたからね。これこすこすくずしおさん、ありがとうございます。何が入るかこれ。朝じゃない。くずみまで。はい、はい、お待ちください。さあ、どんな音がマジは鳥の木。よくも逃げたな、鳥の木。あれあれあれ。お腹減った。面白かった。面白かったですね。